はい、またちょっと早いかもしれない。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今週ももう週末ですけれども、はい、楽しく編んでいきましょう。前回ですね、前回、ちょっとこの羊のお散歩という、まあね、ケイト・ザ・カストアーズさんで、まあちょっと衝動買いしました発色アソートですね、全部色違いで8玉入っていたこの糸を使いまして、まあ、自分用のマフラーかスヌードかネックウォーマーかっていう感じで、作り始めまして、一応1玉6段ですね、 6段というかこの模様ですね、この模様ちょっとハートなんだけどちょっと前後に立体的になっている模様が全部で6個と、この土台部分が全部で1玉かなと。うん、もう一段はちょっといける糸の量ではないということで、まあざっくり6個ずつものができるんではないかなという感じで、こう今回はね、こうもったいないからってこれをこのまままたさらに編んでいって途中で糸変えてっていうことはしないで、段ごとに糸を変えようと思いますので、これはこの糸はこの段で終了で、新しい糸ですね、次の糸つけてまたこれが6個できるように編んでいくっていうのを8色全部使って編んでいこうかなと思います。で、途中で編み方変えようかなとも思ったんですが、これ意外とね、編みやすいし可愛いので、このまんま色だけ変えて突き進んでいこうと思いますので、まあ次動画として写す時は完成した時かなぐらいの感じですね。で、今日は何を編むかと言いますと、はい、アクリル毛糸、この色味ですね、黄色と黒と白、これ使いまして、来年の干支ですね、もうそろそろ準備を開始しようと思いまして、まあ、今週の頭に、まあ、クリスマスツリーちっちゃいのね作りましたけど、同じように本当年末めっちゃ忙しいので今から準備しとこうということで、はい、今回作る干支、虎ですね、来年の干支、虎の今日は顔だけかな、顔だけ作っていこうかなと思います。来週体を作って、まあそんなリアルなものではない、本当にマスコットキャラクターみたいな感じのものにしようと思ってるんですけど、今考えてるのはそれをこう顔と体作って、こう虎ってどうだっけ、ちょ私の画力ではこれが限界かな。まあこんな感じので、今日この頭を頑張って作っていこうと思うんですよ。どうやったら虎っぽく見えんだ、どうやったら虎っぽく見えんだ。まあ作っていきましょう。はい、まず顔、頭ですね、頭で、で耳が2つで、あとこの鼻のとこですね、鼻これが大体バズ、それにこうちょっと模様をねつけていくって形になると思います。まず頭をやっていきましょう。で、トラさんって真っ黄色じゃないんですよね、頭本当はね、ここら辺から白いんだよね、トラってね、この顎の下、どうやったら表現できるかなとかね、作っていきましょう。で、輪から始めてかな、丸く頭だからボール状に編んでいこうと思いますので、まず輪から始めますか。こっからスタートです。はい、鎖編み1つして輪の中に持ってきて細編み1つで、これを細編み、まあ6目かな、1,2,3,4,5,6 目編みました。で、今回これよいしょよいしょ、100円ショップで買ってきましたアクリル毛糸で、波太で、だいたい使用号数の目安がかぎ針5号から7号なので、間取って6号針ですね、6号針で編んでおります。で、ここから1,2,3,4,5,6 よいしょ、はい、細編み6目の円になりました。で、ここから
まずは増し目ですね。同じとこ一目に対して細編みを2つずつ入れていきます。やっぱこう編みぐるみってなると細編みでねしっかり編んでいくことになるので、大きさの割にちっちゃい編みぐるみでもかなりの手数が必要になってくるので、意外とね難しかったりするんですよね。簡単で、どっちかちょっと私はマフラーとか編んでた方が気は楽なんですが、ただ形としてはねこっちの方がね断然面白いので、形作って出来上がっていく過程はこっちの方が断然面白いですからね。はい、次ですね。次の段は1目めは普通に細編み1つ、2目めに増し目ですね、細編み2つ。はい、次の目は1つ、次の目は2つ。よ、はい、じゃあ次の段、もう次の段ぐらい、今ここでこのぐらいの頭の大きさになりますけど、もう一段大きくしてもいいか、このぐらいでもいいか、もう一段大きくしてみましょう。ダメだったらやり直せばいいやですね。今、はい、一つ目は1つ、2目目は増し目、1212ってやっていきました。今度は1個目は1つ、2個目も1つ、そして3個目ですね、3個目2つ、1233つ目、3目目に2個入れます。最初細編み6目の円から始まって、増し目1つの目に細編みが2つずつ、次は2目目の時に細編み2つ、次は3目目の時に細編みが2つと、1234段まで編みました。で5段目からは増減なしで1つの目に細編みを1つずつ編んでいきます。そしたら増し目がないのでこうねぐっと丸まって立体的な形になってきます。よいしょ、よいしょ、はい、一目目で、はい、ちょっとだけ丸くなりました。一気にねぐっと 丸みを帯びます。あとこれでもう2段ぐらい、2、3段、2段ぐらいかな。はい、だ全部で増減なし3段かな、3段編んできました。で次の段からちょっとね白に変えたいんですよ、糸の色なので、糸変えをします。はい、糸変えをしますので、最後一目目ですね、引き抜き編みをするときに糸を新しい色の糸ですね、新しい色の糸で引き抜き編みで、黄色と白をギュッとまとめて、はい、ここから白い色で普通に細編みを編んで1段いるかな、よいしょ、はい、引き抜いてきて、とっても分かりやすいんですけど白色がもうここの目から出てるので 1目目ここだっていう感じで分かると思います。鎖編み1つしたらこの同じ目ですね、今引き抜いてきた目拾って細編み1つで、ちょっと1段増減なしで、でその時にこの余ってるというかこの端糸ですね、端糸も一緒に編みくるんでしまえば糸始末楽ちんです。でここから1目目取って引き抜き編み、これで糸が変わりました。でここからちょっと減らし目で丸をねこう今度はこうちっちゃく目数をちっちゃくしていこうと思います。さっき1個目、2個目、
はい、3個目の時に2つ2目編んだということなので、次は3個目の時に3目と4目ですね、4目拾ってきて2目一度、1個目は1個、2個目も1個で、今度3目目と4目目ですね、4目目拾って2目一度です。いっぺんに引き抜きます。ちょっとだけこう来たのか、ちょっとだけここへっこみました。ぎゅっと丸まってきました。で、次はって言ったら、さっき3の時に増し目したんですけど、その前は2目の時に2目目にやってたので、同じ逆ですね。1目目は、はい、細編み1つで、今度2目目と3目目拾って2目一度、はい、よいしょ。1目目は細編み1つ、2目目と3目目拾って2目一度。いらんもの、ぎゅ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 、はい、まん丸に、ちょっと指入れるとまん丸になってきました。よいしょよいしょ。で、次は、はい、1目目と2目目2目一度、はい、次も1、2って取って2目一度、1、2って取って2目一度、はい、1目目拾って引き抜き編みで、これあとは綿を詰めてですね、まん丸にして、まん丸にしたら、端ととじ針でね、こうすくっていって引き絞って閉じるということをやるので、これはこれで完成です。綿を入れたら膨らんできてですね、膨らんできて丸いお顔になると思いますが、ちょっとこれはこれでちょっと長めに、だからとじ針で閉じることを考えてとかね、もしかしたらどっかと体くっつけるかもしれないので、ちょっと長めに取っておきましょう。取っておきましょう。で、ちょっとこれはこれで置いといて、ちょっと次耳に入るんですけれど、耳ね、まず中身し、中白くしたいので、輪を作って中に2目かな、うん、鎖編み2目して、中に中長編みですね、中長編み7目編んで、で8目目を鎖編みを2つして、下に引き抜き編み、よいしょ、引き抜き編みします。ちょっと中長編みのね、こうこっから下から始まって編んでいって下で終わるっていうものになります。これで輪を縮めます。ギュ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 、はい、扇形ですね、中長編みのちょっと扇形になります。で、今度こっちですね、黄色の方も同じように、はい、輪を作って、今度は鎖編み3目で長編みで同じことをします。で、今度長編みの方はもう1目だから8目分ですね、全部で8目分立ち上がり入れて1、2、3、4、5、6、7、8、8目分長編みを編みました。で、ここから輪を縮めていきます。キュッ、そうするとこっちも今度は長編み8目のこう半円というかちょっと扇形ができます。はい、中長編みと長編み、これを、はい、外表にしてくっつけていこうと思います。その時にくっつけるのがこちらですね、はい、鎖編み一つしてくるんします。くるんしたらこの白い方を外表でくっつけて、こちらの、まあ、中長編みなので立ち上がり2目目ですね、2目目拾っ
て、こっち3目目、目を拾うときに白いのも一緒に拾って、よいしょ、はい、白いの拾って、黄色も拾って、細編み、白いのも拾って、黄色も拾って、細編み、全部で8目分になってるので、両方とも同じ目数になってるので合わせやすいと思います。これで耳の完成かな。ちょっと耳大きかったかな。ちょっと耳大きかったかな。ちょっと大きかったかな。でもこれぐらいあってもいいかな。で、あとはこれ、ちょっと白い方糸始末、ここら辺糸始末かけまして、この黄色い糸で本体とこの2枚を一緒に巻きかがりして縫い付けていくという作業になります。そうすると耳がくっつくんじゃないかな。糸始末、よいしょよいしょ、めんどくさい。じゃあこれもう1個作りますか。これで耳が2つ完成ですね。ちょっと直近して、直近して、でここにあと鼻ですよね。鼻、よいしょ、はい、鼻作っていきましょう。鼻はね、どうすかな、鼻1,2,3,4,5 ぐらい、5目ぐらい編みまして、さらに3目編みます。でこの、まあ、3目の元です。 1,2,3 の元、4目目ですね。4目目の、上半目と裏山拾って、ここに長編み2つで、この次に長編み1つで真ん中ですね。ここ、次は細編みで、次は長編み、で次はここに、よいしょ、長編みを5目入れたいと思います。長編み5目入れて、次の目の下半目ですね、ぐるっと今回転してきましたので、下半目拾って長編み1つで、次の下半目には細編み1つよ、で次の目下半目には長編みを1つ、はい、で次の人の下半目ですね、下半目に長編みを2つかな、長編み2つ編んで、一番最初の立ち上がり3目目ですね、3目目のところを引き抜いてくっつけます。これでちょっとこういう形になったんじゃない、まあ多少ですね、微妙にねっていう状態で、ちょっとこの顔のところに綿入れてみますか。よいしょ、ちょっとだけふっくらさせないとね。でこう、ちょっとね、ほんのちょっとキュッキュッと綿入れました。なので膨らんでると思います。これの状態の方がね、落ち着いて作れるかなということで、ここに、でここが立ち上がりのところなので、後ろに来るようにして前の、まあ、バランス見ながら、ここら辺かなってところに、よいしょ、ちょっと立体的になるように、まあとりあえず私縫うのが超下手くそなので、あんまりね、
当てにならないんですが、でここですね、ちょうど真ん中、この細編みのとこってなったら細編みのとこ上取るじゃないですか。上、まあこの場合は前から取ってブズッと花ここってなったら、ちょっとすぐ下ぐらい、一目か二目ぐらい下から出して、でこの花の上の方からすごいこうグッとグッと持ってきて、もう一回ぐらいやるか、よいしょ、グッと2回ぐらい巻いてグッと持ってきて、でよいしょ、次のところを巻きかかっていく。はい、一応縫い付けました、縫い付けた縫い付けた。でここに花ちょっと縫ってこうかな、先に。よいしょ、はい、お花つけました。でここからまあこれちょっとこれを利用して後でこれ利用して顔もつけたい、目もつけたいなと思うので、まず先にこっち耳塗ってこう。耳の位置難しいぞ。もうあとはね、巻きかがっていくだけです、ほんと。だからあとは皆さんのセンスが問われる。そのセンスが私にない、そこが問題、そこが問題よ。ここ大丈夫かな、これで、これで大丈夫かな。ちょっとバランス崩れてんね。まあ私のこれ限界かな。はい、であとはこれでどうしようかな。お花をつけての、どこが可愛いかな、目、ここ、ここか、ここだな、ここがいいかな。あとそれで、あとここ、こうと虎模様、トラ模様どうすっかな。ちょっとトラっぽくなりましたかね。よし、どうでしょう、トラっぽくなった、なったかな。ここのこうしたふさふさいるかな、いらなくてもトラってわかるかな。はい、じゃああとは糸始末をかけまして、おのおの糸始末をかけて全部首の中に入れちゃって、顔の中に入れちゃってですね、で綿詰めてしまおうと思います。はい、あとはですね、これ今全部全部もう端糸から何から何から全部首の中に入れちゃいまして、綿ももう追加で詰めまして、あとはこの端糸ですね、とじ針に入れて一目ずつ外、まあ外から内へ、外から、よいしょ、外から内へ、次の目も外から中に、はい、外側から中に、同じ方向ですね、同じ方向に、はい、糸を通していきます。はいはい、糸を通していって、で最後キューッと引き絞ると
穴が塞がってよいしょ。でここ糸始末かけたら、はい、虎の生首の出来上がりでございます。であとね、ここにちっちゃい体を作ろうと思うんですよ。ちっちゃい体を、ちっちゃい体作って、ちょっとそれをねお正月飾りに一緒に飾ろうかなと思ってますので、次回ですね、来週の火曜日の動画はこれの体続きを編んでいこうと思います。まず編み図描きましょう。はい、まず頭ですね。頭の編み図なんですけれども、輪から始めて細編み6目の円を作ります。で増し目の法則でまずは、はい、1目に対して2目ですね、2目ずつ細編みを編んでって、次の段は12ですね、2目目に増し目、次の段は3目目に増し目と12344段まで増し目をして編んできます。でその次に増減なしで、ここですね、こっちだ、増減なしで3段黄色でね編みまして、細編みをずっと増減なしで3段黄色で編みまして、次の段4段目、次のね段は白で増減なしで1段編むと、こうここの顔のね、ここの部分、増減なしのここまで編んでくることになります。でここから引き続き白のまんま、今度は、逆を編んでいく、逆増し目の逆減らし目をしていきます。減らし目のタイミングもちょうど逆ですね、123の時に3目目と4目目拾って2目一度、その次の段は今度は122の時に2目目と3目目拾って2目一度、でその次はったら122目一度っていう風に、こっちの増し目のタイミングと同じ感じを逆バージョンでやって輪をちっちゃくしていくと丸いボール型になります。ここの輪ですね、今線書いてある、ここからこっち側は白糸、ここから内側は黄色糸で編んでいるということになります。はい、で顔ができました。で次耳なんですけれども、まず白い糸で輪作って、輪の中に細編み2目から始まって中長編み全部で7つかな、これ間違えてるね、全部でな、全部でね8目になるように編みたいので、12345 6、全然多いわ全然編み図違うわ、2目編んで1でしょ、234566、7目編んで2目鎖編みして下に引き抜き編みで終わります。全部でこのね鎖編みの部分を含めて8目になるようにですね。はい、で同じように黄色も輪から始めまして、今度は鎖編み3目で立ち上がって、ここの中にこの鎖編みも含めまして全部で長編みが8目になるように編んで、2つともねこう円にしないでこのまんまの状態で輪を縮めます。でそれこうまでできたら、黄色今度こう鎖編み1つで立ち上がってくるりんした後に、ここ白と黄色を外表で合わせて2枚一緒に細編みを編んでいきます。そうすると耳がね、黄色と白の耳ができます。はい、鎖編み5目で始めて、でここ3目で立ち上がって同じところにまず長編み2つ編んで、次の目に長編み1つ、次の目に細編み、次の目に長編み1つ、次の端っこですね、端っこに長編み5目で下半目拾って、で次も長編み細編み長編みと編んできて、角っこで端っこですね、端っこ長編み2つして引き抜き編み、これでこの部分が出来上がります。あとはここ縫い付ける段階ですね、縫い付ける時にちょっとこう膨らみを持たせるように狭い範囲を無理無理キュキュッと縫い付けるっていう形で
形作りました。あとは黒い糸で模様、目とか鼻とか模様を描いておしまいですね。中綿詰めてパンパンとしております。これで一応来年の干支の虎さんですね。だもうちょっと強そうな虎にしたいんだったら、ここの横こう白でふさふさっとつけてもいいんじゃないかなと思います。うん、とりあえず虎の生首出来上がりました。次回はここに体つけてかな、お正月の飾り用に、ほんとデフォルメして丸い、もうほんと雪だるまかって感じの虎さんの体でいいんじゃないかなと思うので、それを次回作っていこうと思います。私的にはうまくいってきてるんじゃないかなと思う。過去のね、私の作り物ボロボロなので、こう今回もボロボロですけど、その中でもまだマシな方ではないかなと編みぐるみのセンスは本当にね、本当にないので、まあ、それでも作り続けていくと、いつかはちょっとずつ上手くなっていくんじゃないかなということで作り続けております。はい、まあ、こんな感じでちょっと編みぐるみは大きさの割に時間がかかって手間もかかるんですけど、できた時のねやっぱり喜びもありますので楽しいですね。はい、じゃあまた次回も作っていこうと思います。それではまた、じゃっ。